新シーズン来ましたね。今ねこの動画撮る前にミラティブでねシーズンのねコマとかいろいろ確認させてもらったんですけど、とんでもない今回の超ゴマ。はい、話したいこといっぱいあるんですけど、もうね俺我慢できないから超ゴマパレード引きたいと思います。見てかけらの数1087個。俺のね本気度合いがねわかるでしょ皆さん。ってなわけで最悪ねちょっと足せばね多分交換所でね天井できそうなぐらいのかけらをがあるんで早速引いていきましょう。で一応ね新ゴマが3体、まあ2種類ずつなんで計6体分ですねガチャ追加されたんですけど、まあざっくりとね紹介するんで本当にね詳しい細かい解説が見たやつは他の YouTuber 見てください。はい、早速ね順番にやっていこうと思うんですけど、今回ね新スキルオーダーってことでまずね3体それぞれ、まあ毎回そうなんですけど御三家ってね前回ダメージフィールドだったかな、違うか、前回何やったっけ忘れたんですけど忘れたけど、じゃあダメージフィールドじゃないわ、前回何やったっけ、まあ忘れた。はいはい、御三家で紹介しようと思います。絶対ね10日はね新スキルになるっていうね決まりがあります。まず突き読みですね。今回ねオーダーってことで全部神属性の木に発動できて、これなんかねやってみないと分かんないかもしれないですけど、このオーダー ABCD ってあるんですけど、条件を達成するとそれぞれの試合で1個ずつ使えると。なんで全部で ABCD1 回ずつ使えるんで4回分使えるんですけど、まあ1回使っちまったら、まあ、ただのねバニラ手駒を圧迫する駒になっちゃう、まあクーパーみたいになっちゃうんですね、オーラが消えて。はい、ただ結構ね見てるとね全部でこれだと回復が2500でプラスダメージが2700の4300か、4300の2500で6800かな、アドで言うと結構えぐいアドになるんですよね。しかも回復も入って結構ね何て言えばいいだろう、課長みたいなアドの取り方になるんかな、うん、だと思います。でねコンボもね普通に結構火力高めなんで、まあ、全部使い切ったら置いて最終的にコンボとして使ってもまあまあいいんでね、ちょっと使ってみないと分かんない、こればっかりはね。まあアドでも分かってんだけど、まあ、本当に強いかどうかね、何回か試合してみて、このアドで足りるのかどうかですね、分かんないんで、まあ、こいつはね、とりあえず欲しいです。まあ、他のダメージフィールドじゃない、間違えた。他のオーダーもね、同じような感じで、ABCD をね、達成するとってことで、ちょっとアドの計算めんどくさいんでね、他の YouTube 見てください。もう一回言います。マジでね、ちょっと計算苦手なんでね、ちょっと、計算は自分でしてください。でコンボがね 14% の 毒ダメージってことで最大ね、こいつも置いたら使えるね、全部使い切ったら根核に置いてドンって感じですね、クーパーみたいな感じで使うといいと思います。はい、で次ねクラインも一緒ですね、まあアドはさっきと一緒、計算してください。リュウデッキなんでねちょっと使いづらいかなと思います。まあうん、しかもリーダー条件だしな、なんとも言えん。で、コンボが、最大3500。まあ、こいつはちょっと低めかな。で、まあ、オーダーどうでもいいのよ。オーダーはね、まあ、新好きなんでみんな楽しいなって感じなんですけど、これね、毎回そうなんですけど、進化がね、ぶっ壊れるんだよ。まずね、これぶっ壊れ。まあ、スキルの性能で言うと、ビナをね、2ターンに分けた感じなんですけど、2ターン1200の特殊ダメージプラス、で、通常特殊 60% カット。60% カットっていうとね、まあ、例えば、アンプね。アイドルアンプとか、あとは義勇ね、コラボ、鬼滅の刃コラボの義勇とかと同じカット率で、それが2ターンって、簡単に言うとね、ダメージ1200なんで、まあビナのちょうど半分で割った感じなんですけど、カット率が高いんでね、しかもマデッキか多分ね、ヌラリとかリアンとかね、そういうデッキにね入ってくると思います。普通に強い。あとマニアね、マニアデッキにも入るな、こいつ普通に強いな。でコンボが2200の特殊プラス1600回復ってことで3800アード、普通のホーリーなんですけど、普通にこれは雑に強いってやつですね。しかもダメージの方が値高いんで、結構ねフィニッシュ力もあります、こいつ。絶対1体はあった方がいい。でしかあ、まあカップ戦はコストね上がるんでなんとも言えないですけど、はい。で次ね、アナンのスキルの進化なんですけど、神デッキで使えて、あれか、1500の毒ダメージで最大5000か、あれですね、空風林のコンボとかと同じような感じですね、上がり方が、相手と自分の両面で。なんで前半は弱いんですけど、後半はもうバカみたいなダメージ出るんで、まあ、耐久とかで当たった時毒ダメージだし、いい感じですね。中盤ぐらいまで3000とか4000まで出ればいいかなぐらいなんですけど、
後半えぐいダメージ出ます。でコンボも同じか、あの初期のあたりは1200ですけど、結局後半だったら5000出るんで、まあ両面で1万出るって考えたらえげつないコマですね後半。はい、こいつも欲しい。紙デッキで使えるドックダメージですね。で最後ね、もうクラインなんですけど、こいつちょっと注目してて、こいつだけなんかマゴマ1枚で使えて一旦ねアタックの2倍のダメージ出しつつデバフして、まあ方向ってやつですね。でコンボも 1.9 倍まで出るんで、しかも自分のキャラ条件でね、あのチューポーンみたいな感じですねこれ、倍率があの最大 1.9 だし、うん、なんでチューポーンを入れるよりはこいつ一旦でデバフも入る、まあ2ターンだからチューポーンなんとも言えないですけど、チューポーンは殴れないんですけど、殴りパにこいつを入れて、あの混合とかね、その辺にこいつを入れて殴りながら守るっていうねムーブができるんで、まあ面白い。ただ混合はねエアとかねバハムートとかねエース級がいるんで、まあ HP もね竜にしては2000って高いんですよね。普通竜って1700とか1800くらいなんですけど、あってもちょっと HP も高めなんで、まあいいかなと思います。まあこんなねあの説明とかどうでもいいね、みんなみたいに多分ねガチャの発表なんで、今日はね早速ねあのガチャってこうと思うんですけど、まあどうせ出ないんでね、あのまずねこの松パックから引いても、松パックね絶対出ないから、まあ一応ねあのいつものやつやりましょうか。それじゃあね早速超ゴマパレード引いていく、いくぜ。松パックからいきましょう。松ね、あの今回竹とは買ってない、どうせ竹なんか出ないから、あ松しか買ってないです。これはね、まあ、S 出るんですけど持ってる駒しか出ないんで期待しません。でね運営さんのね今回のね駒箱の拡張のおかげで、あのしばらくねあの駒箱整理しなくても、あの1周ずつ引けるんで、1周引いたら整理って感じだったことあります。まあこれはどうせね持ってる駒なんでどうでもいいですけど、これはスルーですね。ティボーンなんかどっから誰かさんがティポン欲しがってたな。まあいいでしょう。はい、ティポンね今回ねあのパックで11,800円で売ってあるんで、もし持ってなくてティポン欲しいって方は絶対買っといた方がいいと思います。あの運営の回し物ではないんですけど、絶対買った方がいい俺は思う。あのティポンってコマはねマジであのめちゃめちゃ強いんで、今の環境ねぶっ刺されますね、殴りパとかにも。うん、あのもし持ってない人がいたら、もし余力があればね買っときましょう。変な松パックとか買うよりもティポンを確定で11,800円で、しかもかけら200個もらえるので買った方がいいと思います。っていう余談はさておいて、早速ねサードシーズン超ゴマパレード引いていこうと思います。いくぜー。はい、早速来いよ運営、運営まずは金のあれ欲しい。あーちょっとねあの動画撮ってる時ってね音が出てるか分かんないんで、しかも、ね、俺の声がねでかすぎてあのキーンと聞こえないんだよ。だからね目で目視しないといけない。動画撮ってる時ちょっと音あー出てる。1枚、一番初めの時ってね信号も絶対出るんで、俺のね経験上。なんでフルカスやねー、フルカスフルカスね昔は欲しかったんですけど、あの駒もういらないな。うん、来い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 、頼む頼む頼む、引け。まず金ゴマ金、あこれで一気に3枚抜きしようぜ。 3種類1体ずつ出そう。うえうえうえ、くれ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 、信号もくれ、タスはいっぱい残ってる、くれくれくれ、タス振らせろ、いけ、あー2倍だ、来い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 、止まれ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 、うわー、パンドラとネウですね。名前も覚えちゃってるもんな、もう。うん、既存のコマはねもう何回も見てるからもう名前も覚えてる。もうやばいやばいやばい、来たー、来た、これは来た、やばい、今日なんか喉もう死んでる、やばい、ちょっと待って、ちょっとね今日ね喉のねあの残量がね低いんで、早めに蹴りをつけさせてくれ。上ケージェケージェケージェ、頼む、いっぱいくれ、1枚か、渋いな、早めに出てくれとりあえず。うわー、いらねー。え、これさヒプノスじゃないよな、トールだよな、やっぱり久しぶりに見たトール。あ、運営さんトールね、そろそろねあのもう解放していいと思いますよ。スキルバッジいらない、あの駒弱いから今の時点だと。うわ、虹は信用できんのよマジで。今ね超駒はいい感じ出てますね。うん、パンドラとかねトールとか超駒はいい感じ出てるんですけど、新駒が一体も出ない。うわ、渋くない、これめちゃめちゃ渋いんですけど。あ、これ1枚の流れ、あ、最後ってことはこれ超駒じゃね。まず1枚目確定か、誰だよお前、これわからん。アイレストロムですね見た目はかっこいいけどいらん。はい、早速ねサービスまで来たんですけど、一周で今んとこゼロ。どうなってんだ上、俺のやつに超駒入ってんの、上超駒入ってないよ、なんか俺だけアップデートされてない、上なんかアップデートされてないんだけど、上さん
ちょっと待ってよ、アップデートされてないよ、うめえ超ゴマ入ってない俺の端末に、あの新超ゴマ、おい、ちょっとね一回ね、あのコマバンク収めてきます、あのじゃないと真っ暗になっちゃうんで、あのガチャ画面が適当にね、まあ、今のところ収穫はゼロですね、一周で、まあ、1000個あるから、上1000個あるから、泣きそう泣きそうだ1000個あるからっていうね、それだけをね支えにやってます。はい、行きましょう、2周目。1周目でね何も出ないってね、上舐めてんの、1000個もあったね、かけら1000個でさ一体も出ないってやばいよマジで、それはないかさすがに、せめてさ、あのせめて1種類ずつ欲しいよな、1000個でねどれぐらい出るかっていう、これは検証になるんで、皆さんもこれをあの参考にしてガチャを引くかどうか決めてもいいかなと思います。再爆死、はい、 OK 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 じゃないぞ、うえ OK じゃねえ、まだ800個あるから大丈夫、大丈夫じゃない、うえ大丈夫じゃないよ、引きたい俺もっと、あー何も入らない何も入らないよ、うえ音聞こえねえから分かんねえんだよ、これ音出てるかも分からん、まずね S が出ない、 S 出てもね変な超ゴマしか出んしな、舐めてるよこれ梅絶対、うわ S ね、20連爆死ですね、これを見たらねちょっとね梅さん慣れちゃいますよ皆さん、なんでそろそろね出してもらってもいいかな、梅出してもらってもいいよ、頼む、なんで入らない、やばくね、2周目もまさかゼロか、2周ゼロはね慣れるよねえ、梅超ゴマはおるかね、何も出てない、2周目に関しては今んとこ2周目爆死爆死で来てるからな、え30連爆死ある、うわ30連爆死や、やばこれさ、俺さかけらいっぱいあるからだけど、かけらないやつからしたら30連爆死でも泣くよ、せめてさ10連で S1 体確定でもいいんじゃない、超ゴマじゃなくてもいいけど、じゃないとね、マジでガチャをね、あの命かけて引いてる人はね30連爆死はマジ死ぬから、俺みてえにね、なんかね、適当にね、流してる人はね、全然ね、いいと思うんですけど、これで出るかな、そろそろ S ゴマ。今んどこ、あ !S いっぱい出た !2 枚 !2 枚だ、止まれ、止まってくれ、行け、行け。うわービーナスだな、ビーナスを2ターンに分けた分とか言ったらビーナス、またお前かよ、アイレストロムですね。またお前かよ、ちょっと待って、アイレストロム出すぎじゃね、今んどこ2体出たんだけど、常設なのに。なんであいつ被んの、やばくね、ちょ、やばいって言う上。あー来た。これ確定だ。上これ確定だ、これはありがとうございます、ありがとうございます、マジありがとうございます、何体出る、1枚か、渋いけど、まあ出たやろさすがに、確定やぞ、あーリュメットだー、いらねー、ちょ待って、2周引いてさ新ゴマゼロってやばくない、やばい、今回過去最高に引き悪いかもしれん、ねえねえねえ2周でさゼロってやばくない、運営ちょっとさ一回さ戻る、一回ホームに戻ります、でもう一回来る、はい、オッケー、行きましょう、やばいな、2周でゼロはやばいぞこれ、あー来た、今度こそ来たやろ、さすがに1枚ぐらい来いよ、まずね1体ずつ来ないことは話にならんのよ、コマの紹介もできないしね、使えないんですよ、上さん、KJ 助けてよ、 KJ何体来る、1枚、あーやべえ少ねえ、止まって頼む、うわースリンだ、やばい、マジでやばい、 KJ これやばいよ、ちょっと待って、何も来ないんだけど何も来ない、やばい、え2周引いて今ゼロです、3周目突入してもまだゼロなんだけど、ちょっとやばくね、これさ3周目も出なかったら1回タイトル戻るわ、うん、その方がいいと思います、3周目出たら続行するけど、出なかったらタイトル戻った方がいいかもしれない、やば、えぐ、なんもねん、やばい、マジなんもねん、ええ、ちょっと待って、吐きそうね1000個あったのがもう半分になってる、吐きそう、あー、やっと来たか、3枚抜きしろ、いけ、神びっこい、もういいだろう、3周目だぞ、上もういいって、来い、買い引きしろ、いっぱい出ろ、いっぱい出てくれ、頼む、1枚、うわー1枚か、買い引きになんねえ、止まれ、止まってくれ、止まれ、あー来たー、なんだーよし、とりあえずアナゲットしました、よし、あぶねー、3周でも1匹も来なかったら泣くところだよ、マジで、てかもう泣いてるわ、心が泣いてるあー金だ、来た、これ我慢した甲斐があった、今ね
我慢して我慢して今解放されてますね。来い来るな、このまま勢いで全部引け、来い。あと神と竜も来い。何枚来る？1枚っぽいな。1枚だ。止まればいいよ、止まれば許すわ。うわー、ポロンはいらんのよ。ちょ待って、サービス行きます。待って、もう3周目これ8周引くと、あー金だ。そんな説明してる暇はない、引く。とりあえず引くんだ、天井のこと考えない。今はね、目の前のガチャに集中すんなよ。来い来い来いよ来いよ、 S いっぱい来い、一気に引こうぜ。何枚来る？1枚か。渋いな。止まれ、止まってくれよ、止まれ。春丸超ゴマ出てんだけどな。整理します。早い早い、ガチャマジで今んどこ3周引いてアナン1体だけっていうね、やばない、これとんでもないガチャだぞ。うめ、3周でアナンのみ、メダル15枚か。これ8周引かないとね、あーでも金の中で来てる。8周引かないとね、天井なんないですよ。確か40でね、天井のはず。待ってよ、頼むって、マジで。運営1000個でも足りないんじゃん、これ。運営1000個でも足りない、全然足りない。1枚来るぞ、期待して。一番初めのコマ当たる、そう俺は教えられた。あーなんだ、来た。2体目だけど嫌な流れ来てる。アナンが、俺なんかこういうさ、なんかちょっと幼いキャラはさ、被るんだよ。アナン今2体目でしょ。うわ、なんか嫌な予感すんな。ちょっと待って、また伝説作るか、同じキャラかぶり伝説作るか。ちょっとやめて、もうアナもいらん。あー金だ。ちょっと待って、頼む、まずね1体ずつくれ。かぶってもいいから1体ずつくれ。アナ何体かぶってもいいから、まずはね2体くれ、頼む、お願いお願いお願い、マジで1体ずつくれ。まずはね、新ゴマ1枚1枚か。渋いな、やめろ、アナだけ来んな。来た、違う、お前はギルガメッシュだ。止まったのに、おい、ギルガメッシュ来た。進化前か。あ、ギルガメッシュだ、前回の。オルタナカウントだな。前回の信号は思い出したわ。ギルガメッシュが思い出させてくれましたね。オルタナカウントですね。あ、そうだった、思い出した。思い出したわ。あ、そうだった、そうだった。あと、エンディルと、エアか。3体。あ、ティアマト？エア。どっちだったっけ？まあいいや。とりあえず行きましょう。よかった、出てないかと思った、出てないかと思った。うわー止まったけど、お前空風林じゃん。進化前がどんどん出てくる。図鑑は埋まるからまあいいのか。よくね、よくないよ、よくない。ギルガメッシュと空風林埋まったけど、よくない、そういうことじゃない。はー金だー。今んとこね、俺の収穫はアナン2体だけなんで、まずね、この1000個なくなってもいいから全部2体ずつくれ。運営1000個なくなってもいい、なんなら2体ずつくれ。お願いお願い、運営お願いお願いお願い、 S いっぱいくれ。1枚1枚しか出ないんだよ、さっきから。渋い、止まって、来た、違う、お前まただ。またもうちょっと、ま、止まるならさ、信号待ちが白拓だ。今度はさっきからずっとさ、進化前を回収してる。ギルガメッシュ来て、空風林来て、白拓ね、全部進化前回収ですね。ちょっと待って、運営これわざとだな、なんか俺の図鑑埋めようとしてる、進化前で。ちょっと待って、なんか流れ悪いぞこれ。待ってよ、アナしか来ないんだけど。待って、40個で最悪さ、3体セットだったっけ、あれ あるはずやん、確か。あれやる価値あるな、多分。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと一回駒箱整理します。やばい、もう600個使った、やばいやばいやばい。600個使ってアナ2体だっけ。やばいやばいよ、上これ渋くない、なんか絞ってるような、絶対どっかでね、これね、絞ってるんですけど、どっかでね、一気に流れる場面があるんです。あ、来た、ここだ、ここですね。一気に流れるのがあるんだ。なんかね、蓋をしてんのよ、運営。ただ、一定額ね、かけらを使うと、一気にドバーって出るとこあるから、来い、ここだろ、ここ、ここ、ここ、絶対ここ。1枚、2枚、ほら、ほら、来た !2 枚抜き完了、チェックメイドだ。来い、来た、はい、信号バー。あー、まあ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 、1体出たけど、これ何だったっけ、そう、暗い。紙が欲しいんだよな。で、こいつ何やったっけ、何やったっけ、なんか漢字のやつ。清の&清いですね。これ清いって読むんだ。覚えててください。白井じゃないです。清いです。はぁ、はぁ、紙が来ない。俺、紙が一番欲しいんだよ、運営。まあ、とりあえず竜と魔が一体以上出てるから、あと紙が出れば、とりあえずはね、まあ、丸くは収まる。頼む。全部使い切って丸くは収まるんだ。
泣かなくて済む。上これ音鳴ってないよな、多分聞こえなかったもん、やっぱり。まあ爆死だけど、まあこの10連はね、この10連この1周はね、もう竜出てるんで最悪出ない可能性ある。ただ俺は神を当てておきたいな、そろそろ当てておきたい。名前がわからん、教えてくれ運営。はあ、虹だー。いらん、虹はねもう常設の合図なんで、あんまり期待しません。これね全然期待しない期待できないもん、虹って。何体出てもね、どうせ常設なんで。か昔の超グマしか出てこないんだよね、虹って。そういうものです虹って。全然来ない、もうフラグだよこれは、完全に常設しか来ない。ほらね、ハデスだ、いらねえおい、これ金次入ったら全力で叫ぶわ、運営に届くように。あー、金入ったらね全力で叫びます。次金入ったらもう KJ まで届くくらいの声で叫んで引き寄せる。音声認識をねガチャでも発動させるんですよ。あ、マジでマジでマジで、お願い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 、これ出てくれ。はい、爆死。やばくない？なんか渋いね、やっぱり今回ね、知り合いにも聞いたりしてもね、渋いっすよ。なんかほら、もう208個になっちゃった、やばくね？これやめられねえ、止めれねえ、あるぞ、やばい。きたー、金だ金だ金だ、来い、うわうわうわ、助けて助けて、刑事助けて、頼む、いっぱいくれ、刑事助けてよ、刑事1枚助けて、助けろ助けろ、うわ2枚だ、来た、止まれ、止まってくれ、うわアークワン2かぶりしたんだけど、いらねえよおい、2周目はね竜1体だけですね。なんだっけ、クラインだったっけ、そうクラインだっけ、クラインとアナンしか出てないんだけど、何このガチャ、やばくね。ちょっと待って、一回さ、ちょっとさ、何周引いたか分からんから、あ、25枚か。ってことは5周か。5周引いたんですね。とりあえず6周目行きましょう。ちょっと疲れてきた。やばい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 。これちょっとやばいよ、運営。ちょっとまずいって。もう次金が来たら、KJ って言ったのが間違いだった。KJ はね、ガチャのね、これプログラムに多分関与してないんで、これ運営さんにね、コミュらないといけないんですよ、多分。ガチャに関しては。KJ じゃない。お願いするとこか違った。すまんけど、1枚、あなんか、あやばい !3 枚、あやばい、いきなり来た、いきなり来た。あまたギルガメッシュだ、おい、ふざけんなよ。お前も来た、お前も来た、なんかさっきから出たやつばっかやん。おい、ふざけんなよ。今日は出たやつばっか来たんだけど、3枚来たのに。これ普通の人だったら超駒2枚抜きなんでめちゃめちゃ当たりなんですけど、俺からしたらもうね、かぶりでしかないんで、いらないですマジで。かばってる超駒は本当にいらん。2体以上はね、オセロニアに関しては使い道がないですよ。他のゲームだと2体以上出たらもう何かしら使い道あるんですけど、オセロニアはもう完全に2体以上はね、もう交換でしかないんですけど、交換もね、いい駒ないんでね。もう例えばね、超駒100体とコラボ駒1体交換とかだったらめちゃめちゃ嬉しいんですけどね。俺は全然交換するよ。100体ぐらい多分余ってるもん。マジでさ、頼む上。あ、虹だ。虹はちょっといまいちテンション上がんないんで、はーとかキャーとかやらないですけど、頼む本当に。俺もね、ちょっと疲れてきた。この画面に向かってね、ただ単にね、喋り続けるこのテンション疲れてきたんだ上。刺してくれ、刺しろ、刺しろ上。そろそろ刺しろ。神出ろ。ま、1000個で1体も出んの？やばくない？アディじゃん。やばくね？久しぶり見たこいつ。やべえ。待って、6周目何も出んパターンじゃないこれ。これ次もう一周引けないのか、サービスまで。ってことは、あー、もう考えられねえ。上さん、間違えた。上様、助けて、上様、お願いします。これ、全然神出てないんで、上様、助けてよ。一枚でいいんだ、神忘れてくれ。わー、理由も揃いました。まあまあ 2体目だからね、いいですいいです。まだかぶってないんで、とりあえず神出てくんね。ちょっと上、神が出ないとね、やばい、やめらんね、さすがに。上1体出てくれ、1体出て、お願いお願いします。上さん、上、ちょ、もういいでしょ、終わらせよう、こんな中終わらせようぜ、助けてよ。一生笑ん。ちょっと待って、一回もう一回整理します。あー、これさ、次引けねえんだよな。次のね、あれまで引けないんすよ今。竜と神が、まあね、出てて、神一体も出てないんで、ちょっと頼む上さん、あと30年しか引けん。
え、俺108個あったんだよ。あ、すみません、1080個。え、どこ行った俺のかけら、やばくね、1080個で神言ってもらってないんだけど、やべえ、どうしよう、どうしようマジで。いや、これね、天井まで引っかかっちゃうけどね、神2体っていうのがないんでね、天井だと前後が1体セットとかねしかないんで、ちょっと頼むんでね、神1体出てくんないと2体揃わない、これ。あー、なんかやだよ、感すんな。あー、なんか神出ないなこれ。なんか俺分かってきた。まあサービスまで引いてもいいけどね、最悪。なんか来ないわこれ、もう消化試合ですね。こういうね、消化試合でもうね、叫べない。金が出たらね、もう一回全力で祈るけど、多分出ないな。これ音鳴ってない。いやー、やばいこれ、運営流れがやばいよこれ。え、やばくない、やばい、マジで消化試合みたいになってる。神が来ない、やばい、運営ちょっと待ってよ、やばくない運営これ、ちょっとやばいよ、さすがにちょっとまずいと思うんですけど。うわー、来た、最後の最後に来るか、奇跡が、奇跡を起こすぜ、俺が奇跡を起こす、来いよ来いよ、神を引き当てるんだここでな、まあ、確定だよ、俺ぐらいのレベルになったら確定。ほら、もうこれ騒がなくていい、2枚、これ2枚抜きで終わりなんで、終わりです、チェックメイト、ありがとうございます。来たー、一体来た、気合で引いた。来た、月読み引いた、ちょっと待ってよ、月読み引いた、ちょっと待ってね、整理させてください。まず預けて、ちょっと待って、天井でまさか揃うか、ちょっと待ってよ。今こんで5体でしょう、あとね、月読み1体あれば OK なんですよ。でこれが35回る、ちょうどじゃね、ちょうどだ。ちょうどだ、ちょうど、はい、見てください、今5体あるでしょう、これ5体あって、めちゃめちゃちょうど。こんなぴったりなことってある、ちょっと待ってね、ありがとうございます、大変ありがとうございますなんですけど、あ、やばい、今2体ずつあって、で見てください皆さん、サードシーズンのポイントが35ということで、本当はね40でね、この3体セット当てるのもありなんですけど、さすがにあとね、一周引くのは俺もさすがに苦しいんで、ここで終わらせようと思います。やばい、でも人気エスゴマセットとかも強いけど、まあこれだな。はい、皆さん見てください、待って、俺どっちが当たったんや、ちょっと待って見るわ。つくよみはこれね、進化の方なんで、はい、いきます、サードポイント、2023年サードポイント交換所で、これをこっちで間違えた、はい、2023年サードシーズン選べる新 S プラス超ゴマ月読み交換、ありがとうございます。はい、というわけで見てみましょう。はい、皆さん、結論から言いますと、かけら1080個あれば天井まで含めて新超ゴマが全部手に入ります。はい、全部手に入ります、1080個あれば全部手に入りますんで、はい、皆さんもね、本当に2体以上全部欲しいんなら1080個かけらを準備しましょう。なんか今日の動画はね、なんか全部通してなんか運営の回し物みたいになっちゃいましたけど、まあ、こんなところで動画終わりたいと思います。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。